じゃあ、ご挨拶だけ。もうこれ回ってんの？うん。あ、マジ？でよ、サムライイーティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。サムライイーティング代表の Y です。吉高です。ひとりちゃんです。よろしくお願いします。最近、このメンバーがちょっと、だけの撮影が定着してきましたけど、まだもう少し、この企画を続けてデリバリーやりたいと思うので、今後ともお付き合いよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まぁ、今回なんですが、はい、キャベツ、つけそば、前回の卵、ドッキリ真面目、ドッキリできてるんですよ。で、マックス鈴木も若干前回の卵で、警戒してると思うんですよ。僕は。確実に警戒してると思います。そうですね。うん。まぁ、これはね、今回は、もう一回真面目に戻ろうかと。前回はもうムキムキしただけだから。で、今回、ちょっとメインでね、使うものなんですけど、じろー。国産牛のもも肉。こちらをね、ローストビーフにしようかなと。ああ、いいっすね。あれは何回目だ？第2回目で使ったのかな？低温調理器使ったんですけど、あの低温調理器を使って、柔らかいローストビーフを作って、それをさらにギッテにします。刻んで。おぉ！お吉高が作ります、はい、結構これも高いんですよ、ぶっちゃけ。ちょ、今回これ1キロなんです。あ1キロ、まあ、国産牛で税抜きで3000円ぐらいだったかな。なので、はい、まあね、ちょっと全部お肉だけだと、うん、サムライティングお金ないんで。やめてそれで待っちゃうから。真実を言うな。ローストビーフユッケ丼だけだとちょっと大変なので、ビビンバにしようかと。韓国料理ね、実はよっちゃん作れるから、まあナムルから全部手作りにして、普通のビビンバを作って、ユッケの部分をこのローストビーフで作成して真ん中にドンと乗せようっていう料理なんですが、はい、料理名が決まってない。なんだろう、どうしたらいい、どうする。ローストビーフユッケビビンバドン。長いね、長いな。デカ盛り侍バージョン。長い。侍丼侍関係でいいけど。うん、侍丼しよう。バイオ折衷侍丼ということで、ローストビーフ結構作ってるでしょ。そうだね、しょっちゅう作ってるね。今回も吉高が作るので、はい、例のやつお願いします。ちょっと待って待って、だから打ち合わせしろって。今回俺じゃないっつったじゃん。本当やりたくないんだって。これ誰も期待してないんだよ、まずそもそも。これが流行るかもしれないから。はい、なんだっけ、レッツクックか。よし、はい、いくよ、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。いきます、レッツクック。逃げ出したい、逃げ出したい。逃がさんぞ。まずは、ローストビーフから作っていきます。まず味付けなんですけど、用意したこの塩と砂糖、グラニュー糖と胡椒で、本当は量りとかで量ってからやるんだけど、目分量、目分量。電化の方向、目分量で、だいたい塩が 100g に対して、はい、砂糖が 10g に対して胡椒が 3g ぐらいの感覚で、感覚で。はい、じゃあ味付けしていきます。まず塩から。ローストビーフの場合は、なんだろう、全体に揉み込む感じで、はい、じゃあ次、お砂糖ですね。はい、砂糖は塩に比べると全然少なめで、砂糖は少なめ、胡椒もっと少なめ。こうなったら美味しくなるだろうなぐらいの量を振ってください。分かんない。はいはい。で、これでお肉の下味がつきましたので、今回薄いお肉なので、これぐらいもうそのまま火入れちゃって大丈夫なんですけど、もっと分厚いお肉とか大きいお肉とかやる場合は、この状態でラップしてから1日ぐらい寝かせると、しっかり中まで味が入る。でジップロック入れます。これにあと油をちょっとだけ入れる。フライでするとあの密着するよ。なるほどね。水は入れられないから。知ってんねえ。やってんねえ。少し油を入れます。サラダ油でもオリーブオイルでも何でも、そういうことやって、こう、なんだろう、この中で空気が抜けやすくなるというか、密着するというか、水の中に入れた時に、じゃあこれもそのままこの中に入れちゃいます。はい、今日は温度を58度に設定しているので、3時間半ぐらい、はい、ちょっと芯を見ながらやっていきます。はい、もうこのまま放置です。はい、じゃあ次はビビンバの具ですね。はい、これを作っていくんですけど、はい、ほうれん草と、もやしで、これはもう刻んだ白ネギですね。はい、で人参と大根、あとこれはひき肉ですね。もう合いびきでも豚でも牛でも何でもいいです。お野菜は全部ナムルにするので、このほうれん草ともやしに関しては茹でてから和える感じです。このネギはその和える時に一緒に入れちゃうんで、でこの人参と大根とあと豚のひき肉に関しては炒めるので、はい、
まず先に茹でる方からやっていこうかなと思います。ごめんなさい、やらかしました。どうしたんですか。あの、切っちゃった、ほうれん草。切っちゃいけないんです。切っちゃいけないっていうか、切らない方がいいです。茎とこの部分で火の入る速さが違うので、本当はその繋がったまんま茹でて茎を最初入れて、はい、で茎に火が入り始めたなと思ったら葉っぱの部分も全部沈めて、はい、で揚げてあげるっていうのが本当はいいです。はい、ダメな例です。はい、ぜひお気をつけていただいて、はいはいはい、失敗しちゃったほうれん草です。入れてみます。気にしてた。火から入れて、ちょっと塩が入ってます。あ、なるほど。上の中に。もうさっと余熱でも火が入るので。あ、じゃあもうサクッと通してあげるみたいな。うん、アクを抜く。癖がなくなるのと、はい、と、もやしが白くなる、白くなりやすくなる。へぇ、そうなの。入んないんじゃないかな。あー、ちょっと量が、うん、2回に分けますね。はい、いける？いけ、いけ、ギリ。まあ、ナンブルで作る場合だと、はい、あったかいまんま味付けをするので、パンに余熱で火が入る部分も考えると、はい、そんなクタクタになるまで、ね、あの茹でなくていいので、ちょっと食感が残るぐらいで、言葉が出るくなっちゃった。で、上がったんで、これも湯切っていきます。一応湯切ってもいいでしょう。低温調理器が低温調理しないし、邪魔なのよ。こんな感じで、はい、さすが茹で上がったんで、今度はこの2つを味付けしていきます。もやしのナムルとほうれん草のナムルに使う調味料は、さっき紹介したネギと切りごまとすりごま。すりごまはほうれん草のもので、切りごまは、もやしのもので、ニンニクと塩に関しては両方になる。で、このだしだっていうのは鶏ガラスープの素あるな、はい、あれの牛板、一番牛じゃがとかに入れてもいいし、まあ、ほうれん草の方からいく。ほうれん草は軽くでいいんで、水を、あ、水分こうやって切ってるんですね。絞ってあげる。このぐらい水分が出てくるので、お前は結構出ましたね。作り終わった後、味がどんどん薄くなってくるから。あ、そっかそっか、だから先に水分切っといて。そうそうそう。で、ここに、はい、そうです、先に調味料入れます。ああ、なるほどなるほど。まずニンニクから。はい、ニンニク適量。この牛肉だしの素、もうほっと少なくていい。あ、あんま入れすぎはあかんのか。はい、なかったら鶏ガラスープの素でもいいし、ぶっちゃけなくてもいい。ほうれん草はすりごま。ほうれん草はすりごま。あ、すりごま結構ガッツリ入れるんですね。ネギこれぐらい適量だね。これ3本分あるんで、1本分ぐらい塩を1つまで、はい、塩はもう後で追加するので。了解です。で、こういうにごま油を入れて、はい、ちょっと全体を合わせた後に、はい、ほうれん草入れます。あえる時はできれば手がいいって言ってた。誰だ。韓国料理屋のおばちゃん。あ、おばちゃんが。こう味が馴染みやすくなる。へえ。だってキムチ作る時とかも、ナムル作る時とか、はい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 、さっきも言ったみたいに、あの水が出てくるので、どんどんなので、気持ちいいしょっぱめにしてあげると、冷蔵庫とかで冷めて実際食べるときにはもうちょうどいい感じになる。そうか、その時でも結構水分出てますね。そう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 。じゃあこれで出来上がりです。早い。ネギと、はい、ネギ、梅汁量が多いんで、まあ、梅汁は2つ2つまみ目で、これもしっかり手で揉み込んであげる。はい、やべえ。 OK、 これで出来上がり。サラダ油、おろしにんにく、ここに大根を。じゃあ大根がちょっと軽く炒まってきたので、いい人参を入れていきます。はい、はい、いい感じに炒まってきまして、で、今この中に塩とすりごまとさっきのだしだと、はい、みりんちょっと入れます。みりんと醤油ちょっと入ってます。はい、で、もう大根に火が入ってきたので、これで終わりです。はい、この油を1個目ですので、1回しかけて、はい、これで完成です。完成です。はい、はい、はい、炒める系ですね。はい、先にまず、これは、はい、刻んだニンニクで香りが出てくるから、ちょっとはい、炒めていきます。これ全部で今900、1キロないぐらい、マックス3用だから。そう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 。すご
ごい汁出てきましたね。うん、これ ね全部油なんで。あ、これ油なんですか。うん、これ分かるかな、このさっきまで何もね、水分入れてないので、ね、美味しいんだけど、多すぎるからいくらだっても、そうすね、ちょっと捨てますね。あ、はい。じゃあちょっと余分な油捨てたら、ここから調味料を入れますね。はい、まずお酒です。より酒。より酒か。より酒です。で、みりん。みりん。はい。同じぐらい。はい。みりんとお酒を。この2つのお酒が飛んだら、醤油を入れます。あ、じゃあしばらく煮込むんですね。そうです。飛ぶまでちょっと。はい、じゃあアルコールが飛んだので、うん、ここに調味料を足します。これあってもなくてもどっちでもいい、うん、あった方が美味しいかなっていう出汁だ、うん、はい、とこれもまた少しです、うん、本当に1つまみ分ぐらい。次がお塩、お塩を2つまみ分ぐらい。粉唐辛子、粉唐辛子、ああはい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 、これも少しだけ、はい、あとお醤油、さっきのお酒とかみりんと同じぐらいの量、砂糖、これはもう何の砂糖でもいい、ただちょっと手元にあったので砂糖もいっぱい、いっぱい、はい、あ、結構いいですね。で、あとはもうこれ煮詰めるだけです。なるほど、はい、これ大体煮詰めるのってどれぐらい煮詰めるんですかね。わかんない分かんない、15分ぐらい。さあこれで、そうですね、材料の方全部出来上がったので味付けして、うん、で、最後きれいに盛り付けていきます。はい、はい、よし、じゃあ今からタレを作っていただきますね。はい、インバのタレ、ニンニクと、何回登場してるか分かんないけど、ニンニクとごま油、コチュジャンとにごまと、あとお砂糖、お砂糖、まずニンニクから、はい、ニンニクは少しね、少しすりごまはたっぷり、目分量、はい、コチュジャンはお好みなんですけど、辛いのが好きな方はたくさん、得意じゃない方は少しで、ね、ちょっとね、はい、はい、お砂糖ですね。はい、お砂糖、お砂糖も少し、もうちょっとごま油、ごま油たっぷり、はい、これを混ぜながら味を調整していきます。はい、これ締めていただいて真ん中にポンと。こんな感じです。はい、はい、これがタレですね。完成です。ローストビーフが、はい、完成しました。完成しました。こんな感じです。おお。こんな感じ。わあ、めちゃくちゃ美味しそう。やば。これをあの細切りにして食べやすくされています。なるほど、はい、はい、じゃあまずお願いします。はい、切っていきます。少々お待たせしました。いただきます。まっ、めちゃくちゃ味しみてて、うまい。柔らかい。うん、でも歯ごたえめっちゃあるっす。歯ごたえなっちゃいけないんじゃないですか。ダメだろ。今の伝えねえわ。テクス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 テクめっちゃ柔らかいです、これ。歯ごたえやっちゃいけないやつはね。端っこだから多分あると思うんだけど。うん、あると思うけど。やば、俺すげえ下手だった。逆に使ってもいいんじゃないの。一番柔らかく作れる。キャッチボール的な。もう僕は食レポしないっす。この辺だと全然。何ですか。もう歯ごたえやってほしい。美味しいっすよ、それマジ美味しいっす。ありがとう。面白かった。はい、これで下準備が全て終わりました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。これから実際に発送できるように準備していきたいんですけれども、はいはい、まずこれだけでどれくらいあるのかなってちょっと調べたいので、まずこの白皿ですね、これがお肉と大根、人参のナムルにあって入ってるんですけど、これがまず 540g ぐらいですか、うん、この2つは540をマイナスして、はい、でこれらに関しては僕のミスで空箱が足んなくなっちゃって、あの重さが分かんないんで、まあ大体の気持ちで、はい、大体で。じゃあお肉からいきますね。はい、肉は、あ、いいよ、131310です、うん、1170です。お、ジャスト 800g です。800790、はい、240380、はい、前回の卵の記憶によると70。なんで、まあ、辛さね、10g ぐらいあるんで、あ、じゃあ実質 60g ぐらいですから、じゃあ180足しますか。はい、総重量がペレーン3790、3.7kg。 結構あるね。結構あるな。これだけ。これにご飯をどうしようかね。どうしようか。 1880g 入れるとぴったりコロナに不謹慎。コロナを倒せと。そういう意味でね、倒せっていう意味で。じゃあ
食べやすさ考えるんだったら前面に引いてあげた方がいいね。もやしだけ下に引いて、あとはこう散らして真ん中に肉だけ引くから。そうですね、あの、もやしはエモい、かわいい。エモくはないです。マンジはマンジは来てます。マンジはよっちゃんの顔して。はい、お、で、お、惜しい、惜しい、総重量なんと、てれーん、 5.01kg。 このデカさ、わかりますかね、この背景の下がさを比べていただいて。じゃあこれをなんとか崩さないようにしてマックスさんのために持っていきたいんですけど、下がさん、ちょっとこっち見ていただきたいんですよ。まあ、先ほどね、温玉を3つ運ぶっていうことで、おばあさんがいろいろとカキカキしててってことで、まあ、温玉、ね、温玉っていうことで、小ネタなっつって、やかましいわ、いいこと思うんだっていう、まあ、小ネタの入り、はい、じゃあこれから発送していきたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。